どうもこまです。シティーズスカイライン生放送をやっていきたいと思います。今回から新企画やっていきたいと思います。題してサイコロシティーズスカイラインズ。右上にサイコロが2つありますね。はい、このサイコロを振りまして、そして、決めてある開発内容がこちらの、テキストファイルですね。左側がね1だった、右側も1だったって言ったら、まあコード表の中から好きなものを1つ選んで実行するとか。ちなみに6と6が出ると、都市圏災害発生ということで自分で災害を起こします。ただ1個現金玉がありますけどね、これね、災害扱いですねサイコロ振って開発内容を決めるゲームです。ただし道路、電線、水道管、この辺りまでサイコロでやっちゃうと本当にもうなんだろうな、バランスがシビアすぎるので、これはもう自由に敷設してもいいことにしましょう。あと、まあ災害起きた後の倒壊した時の復旧ね、これも自由にしましょうと。でサイコロはもう好きなタイミングで振っちゃっていいですと。ただしというか合わせてかな、時間の一時停止は今回使用しません。で肝心のクリア条件、失敗条件、クリア条件は人口が1万人、とりあえずちょっとね、わかんないんだけど、とりあえず1万人に設定しましょう。で、失敗条件は所持金が0未満。これはね、変えないつもりです。はい。って感じでやっていきたいと思いますよ。サイの飯にしましょう。はい。サイの飯でいきたいと思います。はい。あ、ちなみにね、マイルストーンは全部アンロックしてますんで。はい。なので最初からすべての施設が建てられます。あと全部アンロックしたんでお金も71万になってますね。まあ71万結構いっぱいあるんで、それ前提にした行動選択肢にしてます。はい、こんな感じですね。あ、いいんじゃない、海もあるし。さあ行きますよ。じゃあ、第1投目いけ、ロールダイス。さあ、5の1です。5の1が出ました。5の1、まず5ですね。5の1、 RCI 各1種を作る100セル程度、複数種類 OK。 1種じゃないな、いきなりおかしい、矛盾している。これ複数種類 OK にしたんですよ。だから1種俺消し忘れですね、これね。住宅、商業を産業にしましょうか。はい、とりあえずもう住宅だけでいいでしょう。一旦は住宅だけを作っていきましょう。100セル今回作るから、大まかにこんなもんです。大まかにこんなもん。はい。これでやって100セルぐらいだと思いますよ。はい。水道と電気が作れないので、はい。早速次のサイコロ振るよ。ね、このままだと建物建ってもさ、放棄されちゃうから。さあ、第2投目参ります。ロール、ダイス。よ、2の1。2の1はやはり RCI 各100セル。いや、また100セルだ。あ、いかん、立っちゃってるだ。ちょっと待ってじゃあ向かい側、向かい側、こっち側にもね。はい、はいはい放棄されるから。次ロールダイス、もう一回いきますよ。はーい、3投目。1の1。1の1何？あ、やった、好きなものを一つ選んで実行するだ。1の1はラッキーなんですよ。よし、じゃあこれは好きなものを実行できるから、公共施設3つ作るか。で、無制限にしましょう。あのね、公共施設作るやつは、最低でこれだけのお金使えっていうのも設定があるんですね。でも今回はまあ別に無制限で選びましょうか。ね、好きなのを選んでいいから。どうしようかな。最初ちょっとね、お金ががっつり減るかもしれないから、まあ、石炭発電所で行きましょうか。石油を立てて、よっ、ちょっと汚いけど、もうそんなこと言ってる場合じゃねえ。で、まずこれ1個目ね。あと2個作れるんで、給水と、排水。こんな感じで作って、よってやって、で、はい、はいと。あー、いかん、みんな。でも意外とこれ持つんだよね。これ、後ろ白いけど、これが赤くなったらやばいね。いよいよやばい。おー、来てる来てる。アホだねー。何を持ってくるの、ここに。サイの飯に。市長がサイコロ振って開発内容を決める街によく来るね、君ら。はい、哀れな子羊、94頭参りました。じゃあ次行きましょうか。次は何だろうな。公共施設やっぱりまた欲しいな。学校、警察、消防欲しいよね。
4-1 です。4-1。あ、公園、パークエリア以外を一つ作るですね。なるほど。まあ、パークエリア特区系はね、ここら辺はまた別の才能目で出ますから、これ。木がある公園かな？ここで、いい滑り出しだと思いますよ、今回。うん。次、行きます。ロールダイス。さあ、次はなんだ？災害出んだよ。頼むぞ。66が災害ですからね。はい。25です。リスナー募集枠で忘れてました。これね、2個あるんですよ。リスナー募集枠。皆さんから募集します。で、それが当たるまでずっと残ります。当たったらまた次の募集します。はい。つうことで、今から2つ募集します。じゃあ、今回大学と空港にしましょう。今回2-5が出たので、大学を作る。今この状態大学作っていいのかって話はあるけどね。いいよ、作る作る。大学作るわ、じゃあ。次の、じゃあ、やつも選びましょうか、この中から。漁業いいっすね。じゃあ、漁業にしましょうか、漁業。はい、ということで、作りましたよ。大学でーす。よし！じゃあ、次行くぞ、次行くぞ。あ！また1-1だ。あ、これ八百長じゃね？ちょっと待って。また1-1じゃん。行動表の中から好きなものを1つ選んで実行する。あー、これ申し訳ない。じゃあ。公共施設3つ作るをやります。警察、消防署はやっぱりでも工業地帯の方がいいよね。石炭発電所の隣に消防署を作ります。ああ、いいんじゃないですか。で、もう一個何作ろうかな。火葬場かな。火葬場作っときましょうね。火葬場は小さいからさ、こういう傾斜があるところでも普通に作れるからいいですね。ちょっとこの辺り作っていきましょうか。次々いきますよ。はい。お金はちなみに今、やばい、49万。ちょっと待って、やばくないこれ。ロールダイス。そうか、大学作ったからだな。33だって、33。公共施設3つ作る。またかよ。ちょっとそろそろ、あ、でももう一回振りますよ。で、もう一回振って、どれぐらいお金使わなきゃいけないのかっていうのをね。はい。左側です。左側見ます。1。計1万ドル以上で公共施設を3つ作ります。まあ、これは楽じゃない？これ怖いのさ、お金がない時に5万ドル以上使わなきゃいけないとか、こういうの出ると多分怖いと思うんだよね。あー、ゴミだな、そうだな。ゴミ作りましょう。ゴミ焼却炉、まあ、焼却炉かな。でも維持費高いよね。最初はちょっと集積所にしようかな。少し怖くなってきた。お金48万、あっという間に13万減ってっからな。はい。ゴミ焼却炉、あと2つ作る。診療所、あ、小学校作ろう。いきなり大学あってもしゃあないもんね。小学校がないと意味がないでしょ、これ。誰も通ってないよね、多分ね。あ、一人いるわ。誰だよ。誰？あ、外から来てんのかな、もしかして。小学校と高校作ろう。じゃあ、ここにちょっと固める固めましょう、固めよう。はい。これで合計3つだね。あ、お金がどんどん減ってく。よし、やばい。赤字やばい。赤字やばいぞ、ちょっとマジで。ちょっと待って。てか、RCI 区画作るのが出ないんですよね。1-5。1-5です。交通機関一つと路線停留所を作る。いやー、そんなことしてる場合じゃないんですけどね。最初はバスだろうね。バス車庫を作りましょう。やばいな。ちょっとこれやばいっすね。じゃあしょうがないね。てか、まあいいや。力こっちだよなぁ。これぐらいでしょう。ここぐる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 行ってもらうしかないよね。はい。次行こう。2-6、2-6。あはははは。嘘だお金ないって言ってんじゃん。お金が20万しかない。はい。あ、リスナー枠募集します。皆さん募集しますよ。リスナー枠でーす。よろしくお願いしまーす。じゃあ、FPS 視点で観光にしましょう。3分にしましょう。3分観光。はい。これにしましょう。ちょっと、ごめん、ひよった。やばい、12000マイナス。ちょっと。はい、はい、次行くよ。2-4。工具施設2個作る。ちょっと待って。箱物行政破綻します。何ドル以上？ 4。4万ドル以上2個。2個で4万ドル以上ね。あ、そっか。診療所作ってないね。診療所作りますか。1万か。安いな。はい。で、あと3万円分作んなきゃいけない、俺。3万。あ、あった！芸術学校。これ、高校の代わりだよね。よし、これ建て。これ建てよう。もうちょっと待って。もう、困ってきた。
もう俺困ってきた。はい、ここに立てます。ちょっと RCI 企画は本当に立てないとまずいから。あ、やった、3の1、これ RCI じゃない。やった、100セル。100は少ねえな。高密度住宅建てるか。2、4、5の8、こんぐらい、大体こんぐらい。あー、できてできて、いいねいいねいいね。6の3、サイコロを一つ振り、出目に含まれる好きな行動を実行する。これちょっと分かりづらいんですけど、もう一回やってみますね、試しにね。一回振ります。で、左側だけ見るんですよ。左側だけ見て、これ3ですよね。だったら、3の中にある、この3の中にある1から6までの行動ね。これ何やってもいいっていう。ラッキーマスですね。はい。施設を2つ撤去する。いや、撤去。あ、撤去すればいいのか。空港撤去する。維持費4800だもんな。空港撤去しようか。それからさっき作りましたけど、ちょっと空港撤去しようか。ちょっとこれさすがに重すぎる。ちょっとね、作ったあれで申し訳ないけど、撤去します。はい、よっしゃ。ね、なかなかこういう展開、普通のね、街づくりやってもないでしょ？うん。なかなかこれは楽しいと思うんですよね。で、あともう一個撤去しなきゃいけないんだけどさ、大学、1920だもんね、大学も撤去しましょう。リスナー募集枠で作ったものをことごとく潰していくっていう。4! はい、4万ドル以上。はい、おしまい。終わったー。チャレンジ1、終了。754人で終わりましたね、チャレンジ1はね。時間一時停止使用しないにしません。時間がなさすぎてテンパっちゃうので、時間はいくら進めてもいいですにしますか？いくら止めてもいくら進めてもいいです。それぐらいの自由は許されてもいいのか？世の中。施設の値段設定、これが確かにきついんですよ。1万、2万、3万、5万なんてやばいもんね。1万、2万、3万、無制限、無制限、無制限にしましょうか。RCI100 は少ない気がする。出目が大きい時だけ200にしようか。5と6だけ200にしようか。才の飯、リバース。よし。じゃあ、行きたいと思います。いいね、真っ平らでね。記念すべき、さっきのはちょっと記憶から消して、第1投目、ダイスを振る。はーい。てれん !2 の5! いきなり強行かよ。ちょっと幸先不安だなぁ。あ、ここマグロなの？マグロ専門漁港。はい、わかりました。いや、しゃあない。しゃあないわな。しゃあないわ、それは。はい、ここな。ここはもうそのままもう直接つなげちゃいます。はい。大丈夫、どうせまた途中でゲームオーバーになるから。ここら辺をこんな感じでこう、あっち行ったりこっち行ったりして。こんなもんかな？はい、次はダムを作るにしまーす。はい。次私サイコロを振りましたよね。6の2が出たんですね。サイコロを一つ振り、出目に含まれる好きな行動を実行するが出ました。なのでもう一回サイコロ振ります。左側ですね。左側をご覧ください。よー、5です。ここは結構、RCI 区画を作るか、ユニーク施設を一つ作るか、区画税率上げ下げ、特区または水産業の施設、交通機関の施設。この中で、だったら、RCI200 だよね。住宅はちょっと奥の方に作りたいんですよね。なので、横道を敷きますよ。はい、一気に200マス作れるんで、最初は低密度の方がいいのかな。こんなもんかな。3の2。あ、RCI 企画100セル程度だって。100だったら低密度商業かな。このあたり。44です。44。予算パネル左列1つを 25% 下げる。ああ、いいんじゃない？うん。こういうね、下地をちょっとコツコツ作っていきたいよね。道路とか正直いいんじゃねえのって思うんだけどな。そこそこお金が、出費があって、減らしてもそんなに影響ないもの。多分これあれでしょ？車の最高スピード下がったりするやつでしょ？一旦今はいいんじゃねえ？減らしても。はーい、次。
4-2、公園を一つ作る。はい。じゃあ、そろそろじわじわ進めていくか。ちょっと公共施設立つのを待つだけだとちょっとな、ちょっと日和すぎかなって気がするんで、じゃあ、時間進めます。はい。さあ、行くぞ。どどん。2-1。これは RCI ですね。RCI100 セル程度作るって言われましたね。あ、電気ない。そりゃそうだよ。だって発電所ねえもの。22-3-20-25。1-5。1-5。公共交通機関。この状況で、またバスだなぁ。で、お金結構かかんだよ、これ、バスってね。3万でしょ?タクシーはタクシー。タクシー車庫。安い、お安い。なかなか日の目を見ないタクシーをちょっと作ってみたいと思います。点。5-5。5-5。あー、特区。または水産業施設を一つ作る。今、特区はちょっと俺、受け入れる度量はねえな。水産業の施設を作りましょう。さっき漁港を作ったので、あーごめんね、ほんとね。ほんとごめんなさいね。この辺りだな。水産市場とか作りますか?ここに。よっ。いいね。サクサクいけるようになってきたかな、だんだん。だんだんね、あ、また55だって。嘘だろ?特区作れって言ってるこれ。産業、パーク、キャンパス、どれにしようかな。産業特区作るかい?あ、全然ねえの。全然資源ない。あるとしたら、林業はここにちょっとあるぐらいだな。林業特区作ります。で、こういう株ギャンブル支店にしましょうか。一か八かだ今んとこ電気も水道もない。はい。4-1、公園パーク、またかよ。いや、ちょっと待って、公共施設結構あるはずなんだけどな。5、6でそうだよね。だから6分の1の確率で公共施設出るはずなんだけどね。出ないね。木がある広場。ちょっと、お安いので。はい、ここに作ろう。はい、次行くよ。4-6。4-6? あんま出たことないな。4-6。あ、融資か!まあ、これ強制だからね。絶対受けなきゃいけないから。一番安いのでいいな。ちょっとね、利息もかかっちゃうからね。一番安いの借りましょう。はい、シルバーサンセット銀行からお借りしました。5-2。5-2。輸入施設作れって言われた。あ、これやべえな。1万ドル、2万ドル、3万ドル、4万ドル、5万ドル。もう一回振りますね。4万ドル以上だって。ちょ待って。これにしよう。公式公園。すごく公式。とても公園。ちょっとこれうるさいんだよね、でもね。まあいいや、公園作っちゃおう。はい。4万の作ったぞ。これでいいんだろう。娘を返してくれ。さあ、次。やった !1-1 が来た!やった嬉しい!行動表の中から好きなものを一つ選んで実行する。これはもう間違いなく一択でしょう。公共施設を3つ作る。しかも、お金は無制限ですね。はい。何も考えずに公共施設3つ作れる。嬉しい。石炭発電所をじゃあ作りましょう。1個はね、外から石炭運んでこなきゃいけないからね。高速のインターのそばに作りましょう。さあみんな、電気が来るぞ!電気が来たぞー!で、あとは、水ですね。取水。取水、ここ。で、三つ目の公共施設、排水。ありがてえなぁ。ほんとね。水と電気の大切さを皆さんにもう知ったんじゃないかな、このね。サイの飯リバースの方々は。おぉ!すごいなんか、安心感が半端ない。よし!次行くぞ!よかったぁ!あー、ひりつくようなスリルとはおさらば。はい!次は、なんでしょう。1-5です。1-5は、公共機関一つと路線停留所を作る。一番ね、割安なのはタクシー乗り場だよね。そうだよね。これが一番割安ですよ。あ、これにしようか。だってまだバスで行けるとこないもの。どこに行くのって話じゃない。セコイア株と住宅街の行き来するぐらいしかできないんじゃない。なので、ちょっとタクシー乗り場を作りましょう。住宅街にちょっとうるさいかも、だけれども。この辺りにちょっと作りたいと思います。はい。タクシー乗り場なんて久しぶりに作ったわ、こんなもの。おお、人がちゃんと通ってる、嬉しい。少し平和になってきた。1-6。施設を一つ撤去する。RCI 区画以外だって。嘘。やっぱ維持費高いの壊したいよね。維持費高いの。これぶっ壊してもいいけどね。セコイア株ギャンブル支店、いきなり、いきなりなくなるっていうパターン。まあな、これ多分またね、同じ目が出るからね。そうすると今度、林業特区発展させなきゃいけないから。いや、じゃあ、タクシー壊すか。タクシー壊そう。
乗り場を残してタクシー車庫を壊す。はい。タクシー乗り場、過去の遺物だね。すごい。決してタクシーが止まらないタクシー乗り場、トラップだね。まだ赤字ではあるからね。黒字にするの一つの目標だね。1の6。え、またか。施設1個撤去する。あ、もうこれじゃあタクシー乗り場でしょ。タクシー乗り場、はい、はい、撤去。タクシーの撤退が早すぎる。見切りつけるの早すぎる、タクシーね。あ、ここダメだ、儲かんねえわって撤退してった。ちょっと警察欲しいな、そろそろな。4の2です。また公園か。すごいね、公園だらけの街になりつつあるね。小さい公園。お、すごいね、維持費8なんだ。これは安いね。よし。あー、ゴミマークも出てきたな。やばい、公共施設が足りないね。はい、次行きましょう。6の1、6、1は？あー、あるシェア、いいですね。いいよ、いいよ。このあたりまでかな。はい。さい。あ、200だったか。間違えた、ごめん。200だったね。あ、1の1だ、やった。じゃあ、こっち側も作っちゃいましょう。はい、ここまで作りまーす。よし。はい。で、1の1が出ましたね。1の1が出ましたよ。何がいいかというと、やっぱりまあ公共機関を建てましょうだね。このちょっとね、騒音があっても問題ないところに、こういう公共施設を作った方がいいよね。警察、ゴミ処理は、やっぱりゴミ焼却炉かな。ちょっとお高いけどね。集積所にしようか、最初は。ちょっと辛いわ。この辺りに作っときましょうか。で、あと1個。墓地か、火葬場。火葬場って、720か。微妙だなぁ。墓地160。墓地にしよう、墓地にしよう。墓地を、ちょっと効率ばかりじゃなくてね、墓地を作って、ちょっとそういう、この安らぎを得ていきたいなぁ。はい。あー、いいっすね。頼もしいゴミ収集車。頑張ってくれ。頑張れー。出た、謎の。あれ、謎だよな。こんなん、走る棺桶じゃん。事故ったら一発じゃん。はい。24。公共施設を2つ作る。今出る？で、次は使うお金。4。無制限ですね。よかった。無制限で、2つ公共施設を作る。2つ何作るか。学校かな？あ、消防署作ってない。そうだ。消防署作ろう。ありがとう、ありがとう。消防署はできれば工業地帯を作ってそこに置いときたいんだよね。先に工業地帯用の、どのあたりかな、工業。まあ、やっぱここら辺だよな。はい。いや、でも学校も欲しいな、やっぱりな。学校も作っておきたいな。はい。学校作った。よし。この二つ。この学校またカラーリングが派手だよね。すげえな、この学校。じゃあ、今日はこれをラスト、ロールダイスとしたいと思います。ラストは、これだ！はい！ 1 と 3！ 公共施設を1個出た！公共施設ラッシュだな。ちょっと待って、これ不穏だな。じゃあ、診療所だね。はい、診療所作りましょう。あ、いいね。あ、よかった。ちゃんと街づくりできてる。嬉しい。はい、ここ。はい、こんな感じですね。今回は、よかった。才の目市、リバース。生まれ変わったサイノメシ。あ、いいですね。綺麗じゃないですか。ちょっと待って、ごめん。価格設定してなかった。価格設定、ちょっと後付けだけど、もう一回振っていいですか。あ、よかった。4、無制限だった。これ3出たらどうしようと思った。3万ドル以上になっちゃうからね。おー、サイノメシ、リバース。みんな、サイコロの目で立った建物ばかりです。あ、いいですね。うん、こういうなんかね、ベーシックなね、シンプルなこの、バニラの街をこうやって歩くのもまたいいですね。あれ？ヤマトハイツになってるな。完全に日本のアセット全部オフにしたつもりだったけど、なってませんでしたね。よし。じゃあ今日はここまでですね。うん。なんとか安定して、継続して、ゲームができそうな目処が立ったね。初回はどうなるかと思ったけど、なんとかなりそうでほっとしました。はい。じゃあ来週もね、22時から、このサイコロシティーズスカイラインやっていきたいと思います。ちょっとね、まだほら、6の6が出てないから、都市圏に災害発生がまだ出てませんから、これをやっていかないとね、
はい、ということで、よければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。またツイッターもやってますので、動画概要欄からアクセスしてフォローの方もお待ちしております。はい、ではまた次回の実況でお会いしましょう。皆さんご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。